はい。渡辺梨花です、えー。本を出したいと思ったら何をすればいいのかについてちょっとお話しさせていただこうと思うんですけれども、まあ、あの2022年も明けまして、えー、年も改まってね、えー、やっぱちょっと出版をしていきたいなとか、本出したいなって思っている人々について、これちょっとお話しさせていただこうかなっていうふうに思うんですけれども、えー、まずね、私の場合は、あの基本的にはビジネス書実用書の,あの商業出版を えー、基盤にね、えー、扱っておりますので、えー、そのことが中心になるっていうことは、ちょっと押さえておいていただきたいかなっていうふうに思います。まあ、それも踏まえてですね、改めてちょっとお話ししていこうかなというふうに思うんですけど、まずね、出版といってもいろんな形態があるんですよ。えー、それこそ私が前勤めていた角川っていう、いわゆる出版社から出す、まあ、商業出版ですね。まあ、これはあの本に 価格がついて、えー、全国の書店さんで、えー、流通されるという形ですね。という形であり、まあ、基本的には、まあ、出版社が出版のコストを、あのコスト、まあ、費用面というのを、ねえー、カバーしていって、 で、えー、とまあ出版するっていう、まあ、いわゆるあのメーカーですね、メーカーとしての役割。出版社っていうのは、基本的にはそういう意味では、あのメーカーとしての役割を果たす中で、えー、果たすことをまあ前提とした商品開発。 流通活動っていうものをまあこう行っていくのがまあ基本的には商業出版です。だから著書さんにおいても、基本的にはあの商品開発者の一人であるっていうような発想を持っておいてほしいかなっていうふうに思います。で、これは非常にもうビジネス意識、ビジネス、えー、ビジネスマインドっていうかね、まあ、ビジネス意識っていうのは、そういうのはもう高いですね。うん、だから売れる本を出す 売れる本を出す、まあ、商品を出すわけですから、商品売れないと、ね、利益になりませんので、ね、もう絶対に売れる本を出したいわけですよ。えー、だから商品だから、<laughs> 何度も言いますけど、だから売れる本を出すっていうことがもう前提ですね。多くの人に買ってもらえる商品としての本を出すっていうことがあの前提となっている。まあ、これが非常に商業出版ですね。ビジネス意識も非常に高いですし、まあ、その意味も含めて、えー、著者さんが出したい。 本があのそのまま出せるわけではないので、ここのところはちょっと押さえておいてほしいかなっていうふうに思いますね。な基本的にはやっぱり編集者が、えーまあ、編集者っていうか、ね、出版社の人間たち、まあ、出版社側があの OK である、まあ、商品っていうのを出していきますので、えー、その意味でも、 まあ、出版の、ね、活動をしてていいいくくく中で、えー、一番結構ハードルは高くは高ななってくるかとう,うに思います出版社の了承を取り付けていかないといけないからと <laughs> いうところがありますからね、出版社にあこの本とかこういう内容だったら、コンテンツだったら、うちとして本を出したいね、あるいは基本的には商業出版というのは編集者が企画を考えるというところがもう前提になりますので。 それに沿った形でですね、えー、と本を出してもらえる、執筆してもらえる著者さんとタッグを組むっていうような、まあ、形態になっていくっていうのが、まあ、この商業出版の前提的な条件になります。でえー、と他にもあの本を出したいなと思ったらいろんな本出し方あるわけで、まあ、自費出版っていう形態もありますし、それこそ、まあ、この中にね、えーまあ、もちろん紙で,紙で出す本もあれば、 いわゆる電子書籍みたいなのもあるんですよね。電子書籍って電子出版みたいなのもすごくあるわけですよね。で、えーまあ、自費出版っていうのはもう本当にこの通りで、えー、自分でご自身で全部出版の費用とかそういうのは全部出していくっていうのがまず前提になることと、あと自分が出したい本が出せるんですよ。うん、書きたい内容が まあそのまま書けるっていうところですね。っていう、まあこういうメリットがすごくあります。でもここで割と本を出したいなと思う人とかよく言いがちなんですけれども、独りよがりになるんじゃないですかみたいなね <laughs>。とか。 あとは、基本的にこの商業出版に比べて、全国の書店で流通されるっていうことは基本ないので、あの影,響力が影響力はまあ弱,か弱くなったりとか、えー、あとは、えー、なんか出回る範囲、まあ狭くなり、狭くなりやすい。 いいいいうよううよなななこともす、ね、すごくあったりするんじゃないかなっていうふうに思いま,すまあ一方で特に電子書籍に関してはまあビジネスパー個人でねビジネスやってらっしゃる一人企業なんかやってらっしゃる方は電子書籍をうまく活用しうまくマーケティングツールとしてね活用して、えー、ビジネスやるっていうような場合もね多いとは思いますまあそういう方法も全然ありなのがこの電子書籍とか ににななっっててくるかいいうふうふ思いますねで一方で商業出版についてそういうなんか、ね、マーケティングツールご自身のビジネスのマーケティングツールの一環としてって考えていきたいみたいな方い言われる方って結構いらっしゃるんですけど基本的にその前提のもとに商業出版は作りませんのであくまでもやっぱりねあの公の,公の商品として作りますのでご自身のやっぱビジネスのためにね 出版社なんかは協力しませんので、やっぱり出版社が出したい本を出すんですよ。出版社が読者に、えー、とこの商品だったら読者が買って読んでもらって、えー、と実用的な、ね、内容としてあの提供できるなって思うようなコンテンツを本というパッケージに落とし込んで出しますので、もうあくまでも社会好奇的なね、社会好奇的な商品として、えー、出しておきまいる。 あのちょっとあれですけど社会まあこう、えー、とそういう商品としてまあ非常にパブリックなね形で商品として出しますので、えー、マーケティングツールの自分のビジネスのマーケティングツールの一環っていうような 思いだけでここの世界に当たっていくとだいたいまああの失敗しやすいっていうところがありますね。まあやっぱりそういう人たちが結構企画書を書いて送っていくんですけれども、えだいたい出版に繋がらないっていうことが多いのはそのこういうズレがあるわけなんですけれどもね。 はいでえー、と電子出版っていうところで、割とそういうマーケティングツールの一環として、ご自身でね、費用を出したりとか、ご自身でいろいろ手配したりとか、えー、やって、こういう電子書籍とかを出された方の方が、多分お金儲けにはつながりやすいんじゃないのかなっていうような感じはしたりしますよね。で、えー、時々おっしゃられるんですけど、電子書籍が売れればあの商業出版 商業出版になるかというところなんですけど、えーとね、あまり例がないんですよね。うん、あまり例がないです。で、えーと、電子書籍が売れたからといって、その電子書籍がそのまま商業本になるということもほとんどないです。改めて、1、まあ、つあったのが、電子書籍ですごく売れ行きがいい状態をまあ保っているまあ著者がいて、その著者に改めて商業出版 出版として、えー、本を出していくというオファーがかかるっていう状況はありますけれども、売れてる電子書籍はそのまま商業出版になるということはないかなっていうのがあの私の見解となります、はいで。こういうのはあまり例がないですね。だかかららどちらかといえば まあ商業出版とこのね、特に電子出版っていうのは全く別業界だっていうことをもう覚えておいていただきたいかなと思いますね。別業界っていうふうに考えておいてほい,いと思いますね。で、えむしろ自費出版でベストセラーに、自費出版で、えー、とベストセラーになりやすいのは、まあ、紙の本なんですよね。 紙の本だったりすす。るんです紙の本として1冊の本にまとめた方が実はですねそこから商業本になってでそれで、えー、とたくさんの読者に購入されて映画化にもなったりドラマ化にもなったりっていうようなことがめちゃめちゃ起きやすいのは実はね紙でまとめた本の方,の方がいいんですよねだからその意味では、えー 意外に自費出版も本当に侮れなくって、紙で自分でコストかけてね、意外にまとめたりした方の方が、実は商業出版への近道だったりします。はい。だからこの辺のところをね、いろいろあるんですけれども、簡単に申し上げていくとこんな感じになるかなっていうふうに思いますね。で、えー、と私の場合は基本的にここはカバーをしておらず、完全にここの商業出版を えーとしっかり目指していく方向けにこの YouTube もお話してますしコンサルティングなどのサービスなんかも出しています、まあ、その意味も含めて商業出版に特化してね、えー、今後お話しすると思うんですけれどもなお商業出版における商業出版でも商業出版でも、えー、と文芸のジャンルと私が、えーとえー、いわゆる専門とするビジネス実用書 ハウツー本ですね。ハウツー本のジャンルで全然これもね、世界が違うんですよね。で、文芸のジャンルっていうのは完璧に、あの、なんか新人賞をやっぱ取っていかないと、新人賞はなんか文学賞みたいなのをね、やっぱり取っていかないと、とえっ、ー、と、プロにはなっていきません。うん。なっていきません。で、ビジネス書実用書の場合っていうのは、 えー、またね、えっと、新人賞は文学賞っていうものがないので、別の方法があるというわけです。じゃあ、それを具体的なというのは何かっていうと、ビジネスや実用書の商業出版においては、もう絶対にこれが必要なんです、出版企画書。<laughs> 新人さんが新人著者としてデビューする上で、やっぱこの出版企画書を書いて、えー、出版社に、まあね、送って、 えーと採用されないといけないんですね。もうこれがもう2020年この1月時点で、もうどこの出版社でも、もうマストです。だから、出版企画書をいかにあの書くか、あのいかにちゃんと,えっと出版社にオファーされるような企画書が書けるかっていうところが、めちゃくちゃ重要になってくるかなっていうふうに思っていますね。 はい、で、えー、と他にもね、なんかね、あの紹介とかで、ね、<laughs> 偶然になんか編集者、知り合いの編集者がいてとか、あと偶然にもあの知っている人の知人の知人に編集者がい,いて、たまたま紹介されてみたいな感じの、ね、人もあの、まあ、土さんの中にもいらっしゃるんですよ、紹介で本が出せたみたいな感じのこっちもいるんですけど。で紹介 出せたとはいえですね結局のところ、やっぱり出版企画書はいるんですね。うん、これ、なんでかって言うと、出版企画書、なんでいるのっていうことなんですけど、あの先ほど申し上げたんですけれども、あの出版社、メーカーなんですよ。 出版社メーカーなので <laughs> えと、まさに企画会、商品開発していかないといけないですね。で、その意味では商品開発設計書っていうかね、うん、書がまあ必要なんですよ。で、本来なら、えー、と商業出版の場合は、編集者が企画を立てるので、 企画を立てて、えーと、著者にオファーっていう形で本作りが始まりますので、本来、出版企画書っていうのは、編集者が出版企画書を、えー、書いて、えーと、社内倫理に回すんですね、まあ。いわゆる企画会議ってやつです。うん そういうようなね、えー、社内原理に測って、えー、企画会議に測って、この会議で、えーとまあ、上の、ね、人たちっていうか、まあ、社長さんであったりとか、えーと、会社の組織にあったりとか、編集局長であったりとか、あのそういうようなあの、いわゆる経営側、経営側が、OK っていうにまに、まあ、決済を出してですね、<laughs> うん、決済をね、えー、決済を。 出して本作りが始まりますので、まあ、そういう意味では、本当にこの出版企画書っていうのは、もうめちゃめちゃ大事なんですよね。だって、商品開発設計書にありますから、商品開発の,あの企画書っていうことになりますからね、えー、メーカーのはん考え方から言うと。だからこそ、この出版企画書っていうものをちゃんと書いてですね、えー、出版社、 にアプローチしていくっていうことをやっぱりしていかないと特にビジネスや実用書の場合は本になるっていう、まあ、ルートっていうのはないですね他に。はい。えー、文芸のジャンルと比べて、えー、そういう賞とかっていうのがない分あのこの出版企画書を、えー、ちゃんと書くっていうところが、えー、今後著者として活動したいなとか本を出して、えー、そういうことをしたいなという方にとっては とっってても必要なな行動になってきますだからあの単純にね文章が書ければあの本を出せるかっていうとそうではなくってもういかにやっぱりコンテンツメーカーであるかっていうところですねビジネスや実用書の著者さんにとって大事なのはいかにご自身がコンテンツメーカーとしてそういうなんか本に,本に出せる本としてまとめられるようなコンテンツっていうものをハウツーコンテンツっていうものを,っものをしっかりね 構築できるかどうかっていうところがちょっと鍵になってくるんじゃないかなっていうふうな思いもあったりとかします。はい。ということで今日は本を出したいと思ったら何をすればいいのかについて2022年バージョン改めてお伝えしました。何か参考になれば幸いです。ありがとうございました。